皆さんこんにちは、エスパルス広報部アンバサダーの広瀬杏優です。今回のテーマはスタジアムグルメ。ホームゲーム開催時にここアイスタで楽しめるスタジアムグルメをご紹介していこうと思っているのですが、この広いアイスタ、スタジアムパーク内のお店を私一人では紹介しきれないよということで、今回は心強い助っ人に来ていただきました。どうぞ。君たちならできる。どうもよろしくお願いします。松岡修郎さんのものまねさせていただいているコニアでございます。よろしくお願いいたします。来ましたよアイスタ。いやー、ただ申し訳ないのが、はい、まさかサッカーのスタジアムでテニスプレーヤー持ってきちゃって申し訳ない、本当にこのアイスタのスタジアムグルメも他のスタジアムに負けないぐらい美味しいものがたくさんあるんですよ。いや、ちょっとそんな美味しいものって言われたら僕も松岡修造さんのものまねしてて、今日食いしん坊万歳やりますよ、はい、もうそれぐらい今僕も出てきちゃいますか。もう胃がもうどん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 食いしん坊万歳になってる、はい、自分で言ったら自分でお腹空いてきた。私もお腹空いてきました。それで僕より空いてる。もう行っちゃいましょう。あ、ちょっと待って、すごい松岡修造をこうやって誘導する人間、伊達金子さん以来。すごい、行きますよ。あ、すごいすごいすごい小庭さん、まずはイデボクさんのお子様とソフトクリームを食べましょう。ありがとう。行こう行こう行こう行きましょう。このお子玉が本当に美味しいんですよ。そうなんだ。いや、何味にしようか迷うけど、はいはい、何味がおすすめですか。静岡ですので、はい、桜エビが。おお、桜エビ。桜エビいっちゃう。はい。いや、そう、僕はお子玉朝霧ヨーグルト。朝霧ヨーグルト。はい。朝霧ヨーグルト。ヨーグルト。はい。これは限定ですけど。いただきます。うーわ、もう。うわー、大口いったねー。うーん、うわ、もうね、美味しそう。卵がさ、はい、ものすごいさ、こう、ふわふわな感じで、中の具がさ、攻めてきてる、攻めてきてる、今この。こんにちは。ここのソフトクリームは食べないと損します。ちょっと待って、これ成果かと思ったわ、今これちょっといただいていいですか。はい、いただきましょう。いただきます。うーん、やっぱ美味しい。こんなに濃い、すごいね。濃厚ですね。めちゃくちゃ濃いんだけど、これちょっと広瀬さん申し訳ないけどね、はい、唐揚げがめちゃくちゃ美味しそうなところ見つけたんだけど、はい、あ、猫屋さんの唐揚げですね。よく知ってるね。ほう、いや、もう唐揚げも本当に美味しいんですけど、私はおすすめしたいチャーシュー丼があるんですよ。いや、ごめんなさい、おすすめどうでもいいんで、あと唐揚げ食べたいんですよ。いや、もう売り切れちゃいますよ、チャーシュー丼。あんまり僕ね、まあ芸歴18年で初めて言うんですけど、はい、二手に分かりません。そこまで言うなら分かりましょうか。あんま言ってないのよ、そこまで言ってないんだけど飲み込んじゃったのね。行きましょう。じゃあ分かりようか、はい、分かりようか。お互い分かりようかってのもおかしいんだけどね、うん、いや、今日はいいね、最高だね、天気も。来た来た、ここでしょ、赤鬼唐揚げ。これね、めちゃくちゃ並んでるんですよ。すいません、もう並んでますけども、やっぱアイスタ来たらここはもう必ず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 唐揚げ大好き。すいません、もうハットトリック決まりました、本当に。何が美味しいですか、ここの赤鬼は。かかってるタレとかも、ね、あとサクサクね。ああ、すいません、甘辛な唐揚げです。ありがとうございます。すごい、いやー、一人の寂しさを唐揚げで埋めます。うわ、この大きさと、もうたまんないな、この匂い。いただきます。うん、うわ、もうね、お肉はサクサクで、でかかってるタレがまた赤鬼です、本当に。こちらのお店、私とっても気になってたんです。チャーシュー丼も食べてみたかったんですが、こちら勝利のオレンジタルトというスイーツがありまして、そちらも食べてみたいと思います。楽しみ。こちら何を買われたんでしょうか。チャーシュー丼。チャーシュー丼、チャーシュー丼は以前食べたことがあるんですか。いや、今日はちょっと一緒に来てきて、友達と勧められて、はい、おすすめされて、ありがとうございます。
チャーシューがほろほろ、うん、チャーシューの香りとこのネギの甘みがすごくマッチしていて美味しいです。うん、見てください、こんな感じです。美味しそう、オレンジが丸々。いただきます。うん、うん、しっとりしたオレンジの香りと甘さが絶妙なマッチしています。美味しいです。いやすごいよ、ここもにぎわいが。いやいや、これすごくないですか。紅ほっぺ削りとかそのデザート系みたいのもあるし、ポテト系みたいのもあるし、なんかその例えばこう広瀬さんみたいにね、ベテランよ、ね、ベテランの選手はさ、やっぱりもうこれ食べる、これ食べたら次これみたいな感じでもう流れがあるんだろうけど、僕は逆にもうアドリブ人間だから、もう何か食べたいものが見つかった瞬間、これ決断力、あこれ、あもうほら世界の松岡修造、これよ、ここよ、ここね、のりよ、のり、タカ&のりでしょ、本当に小籠包。いただきます。うん今ね、多分スーパースローで見たらすごいです。肉汁がふしゃ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 って、めちゃくちゃうまいし、こちらのケバブも欠かせません。エスポサポにも有名なんですよ、ね、すごい、ありがとうございます。すごいボリューミーです、見てください、お肉がたっぷり。いただきます。え、うん、ちょっと小庭さん、ちょっと行儀悪いですよ、食べながらなんて。本当にポップコーン食べてるじゃないですか、いいの。あれ気づいたら、すみません、気づいたらすげえ食べてました。これ何ですか。ずるいですよ。ずるい。こちらのポップコーンサポーターに大人気なんですから。そうなんですか。はい、通りで最後いかがですか、お味は。めちゃくちゃうまいですよ。エスパルスポップコーンにはレギュラーとビッグの2つのサイズがあり、子供から大人まで大人気のアイスタ定番商品なんですよ。いやちょっと広瀬さん、止まんないじゃないですか。止めたいのよ、止めたいから。ちょっと最後スイーツ止めたくない。あ、やっぱスイーツ、はい、もう今日暑いですし、はい、お天気もよく、もう一度アイスなんていかがですか。またアイス。いやもう違うんですから。全然いいです、行きましょう。ありがとうございます。ここのアイスコルネットが本当に最高なんですよ。食べちゃいましょう。いや、いただきます。いただきます。わ、すっげえ、この揚げパンにね、ソフトクリームが。いただきます。いただきます。うん、うわ、暑い日にいいですね。これはやばい。いやもうね、お腹いっぱい、もう心も満たされて、はい、雰囲気がまさに最高。最高ですね、うん、今日天気もよく、ね、まだあの本当駆け足でアイスタグルメをご紹介してきましたが、はい、小庭さんいかがでしたか。もう一言言わせてください、はい、あの2人で別れてロックさせてくれて、はい、ありがとう、マジで満足した。おお、ありがとうございます。あんまり言うことじゃないかもしれないですけど、はい、一緒にロケしたかったっていうのが普通なんでしょうけど逆にすいません、はい、めちゃくちゃ堪能できたんで。いや私もちょっと堪能してきました、はい、本当に美味しいものたくさんで満足です、はい、はい、アイスタにはサッカープラスアルファの楽しみ方がたくさんあります、うん、皆さんね、感染症対策バッチシでございますから、とにかくこのねエスパルスのですね、まあ、ホームゲーム来た時は IAI スタジアム、もうここに来るに限りますから。はい、お待ちしてます。お待ちしてます。ちょっと待って、いやいや、もう時間もそうだし、いや音聞こえてる。ちょっと広瀬さん、試合始まるでしょ、はい、試合